ジェームズ・ダサオルは、イングランド・クロイドン区出身の陸上競技選手。専門は短距離走。100メートルで10秒の壁を破った、イギリス史上4人目の選手で、自己ベストは、イギリス歴代2位の9秒91。室内60メートルの自己ベストは、イギリス歴代3位イの6秒47。ナイジェリア系イギリス人。6月のイングランド U23 選手権。 男子100メートルを10秒40で制し、7月には英国選手権男子100メートルに初出場を果たした。6月に100メートルで10秒09をマークして将来を職望された。6月の英国選手権男子100メートルで決勝に進出するも同エインチェンバースに着く10秒23の2位で優勝は逃した。7月にヨーロッパ選手権男子100メートルに出場して、 シニアのイギリス代表デビューを果たすと予選を突破してセミファイナリストになった。5月に100メートルで10秒11をマークするもハムストリングの負傷でシーズンを棒に振り、テグ世界選手権の出場を逃した。6月の英国選手権男子100メートル決勝でドウェイン、チェンバース、アダム・ジェミリに着く10秒31の3位に入った。 8月にロンドンオリンピック男子100メートルに出場して世界大会デビューを果たすと予選を10秒13で突破して初出場ながらセミファイナリストになったが準決勝は10秒18の組7着で敗退した2月の英国室内選手権男子60メートル決勝を6秒58の自己ベストで制し初優勝を達成 イギリスチャンピオンとして臨んだ3月のヨーロッパ室内選手権男子60メートル決勝では6秒48の自己ベストをマークするもジミービコに同タイム基ありで敗れて銀メダルに終わった。7月の英国選手権男子100メートル準決勝ではイギリス史上4人目の9秒台及びイギリス歴代2位の記録となる9秒91をマークした。 初出場となった8月のモスクワ世界選手権では、男子100メートル準決勝で、自身2度目の9秒台となる9秒97を、マークして2組3着に入り、着順では突破できなかったもののタイムで拾われて、自身初の世界大会ファイナリストになったが、決勝は10秒21の8位に終わった。2月の英国室内選手権、男子60メートル決勝を6秒50で制止に、 連覇を達成。一週間後のバーミンガム室内グランプリ男子60メートル予選では6秒47の自己ベスト及び今季世界最高をマークしたが、決勝は6秒50で制したもののハムストリングを負傷。そのため、今季世界最高記録保持者ながら3月のソポと世界室内選手権男子60メートルは欠場することになり、 5月の世界リレーも欠場となった。8月のヨーロッパ選手権では男子100メートル決勝を10秒06で制し、3連覇がかかっていたクリストフルメートルらを破って、主要国際大会で初のタイトルを獲得した。9月のコンチネンタルカップの100メートルにはヨーロッパ代表として出場すると10秒03をマークし、マイクロジャースやフェミオグの出を破って優勝した。 七月の英国選手権、男子百メートルに出場すると、決勝で、知人ドゥジャーに続く十秒二十四の二位に入った。八月の北京世界選手権、男子百メートルにはに大会連続の出場を果たすも、予選で十秒十三の組四着に終わり、零秒零一差で準決勝進出を逃した。二月の英国室内選手権、男子六十メートル決勝を六秒五十三で制し、 三度目の優勝を達成。三月のポートランド世界室内選手権、男子六十メートルでは予選を突破するも、準決勝でフライングを犯し失格に終わった。六月には、英国選手権、男子百メートル決勝を九秒九十三で制し、百メートルで初の英国チャンピオンに輝いた。七月のヨーロッパ選手権では、男子四百メートルリレーに出場し、一層を務めて、 金メダル獲得に貢献した。8月のリオデジャネイロオリンピック男子100メートルでは予選をタイムで拾われる形ながら10秒18で突破し2大会連続でセミファイナリストとなった。7月の英国選手権男子100メートル決勝は10秒11の2位に終わり0秒02差で2連覇を逃した。記録欄のうちの数字は風速でプラスは追い風を意味する。 優勝した英国選手権を記載、ありがとうございます。